はい、えー、次、え9番ですね。9番は根本さん何を注意しますかこれ何してます感じですよね。彼の横にそばにあるのは壁、壁コンクリートの壁みたいな感じうん。まあ、ぐらいの、こう、感じですね。見ていきます。 A ですね。ザマンが主語になってます。Building Brick Wall。壁作ってるかっていうと、作ってないですね。だから、壁は見えるんやけども、まずそのブリックじゃないし、あと、彼自身がビルディングしてる様子もしてないから得ちゃうよと。B、もう一回ザマンが出てきますね。Take Off Kids c a p まあ、さっきも Take Off 出てきたんですけど、なんか物を着ようとしてるとか、脱ごうとしてるっていうのは、写真からはなかなか判断できないですね。 もしかしたらこの人本当にあの脱ごうとしとるんかもしれんけども、それはわかんないですよね。写真から。この後、このムスリムっぽい人が手に持ってるものを下置いてあの、キャップを取ろうとしとるかもしれんし、それはわかんないですよね。だからこういうあの動作同士の中でも服を着ようとしてるとか脱ごうとしてるっていうのはなかなかわかりづらいんですよね。誤答としてよく使われると。と間違いとしてよく使われるってやつですね。で、C、えっと、ウィードって言ったら、あの、 よくあの海外ドラムとかやったら、葉っぱあの、なんていうんですか覚醒剤じゃないし、なんていうんですかそういうやつ、ウィード。大、え、麻、ー、とかで使われることが多いですね。まあ、この場合は、ただ単なる雑草なんですけども、まあサン、サムウィーズが、雑草がグロイン、えー、と生えていると。で、ネクストア・ウ、え、ォールで、壁の横ですね。これ結構難しいですね。C は。ね。 なんか俺やったらこのグロービン見たらこう,こうブワーって生え下ってるような感じをイメージしてしまうんですけどもまあそういうわけじゃないですけど生えているっていう状態ですねで C が正解ですね D、Some trees って言ってる時点でまあこの写真の中には木が見えんから違うよとで仮にあのもし木見えとったとしてもブ l a n t e d で植えられとるか誰かが植えようとしてるかっていうとちゃいますねなんでかっていうとインポッツっていう全蓄があって 鉢植えに入れられてるわけじゃないからねっていう話。そもそも木ないし、あとは鉢植えも見えんから、鉢植え植木鉢がないからちゃうっていう話でした。ここに書いたんですけども、壁が見えるけど、え、ウォールが正解ではないっていうのは、みんなこう見えるものが描写されたらすぐそれであの、チェックしてしまう。特にパート1とかやったらリスニング良くない人は、 自分が知っとる単語が発音されただけでチェックしてしまう。でも、あえてそういう人を引っ掛けるための選択肢用意してあるから、トイックは。だから、うん、そういう場合どうすればいいかっていうと、テクニックに頼るんじゃなくて、もうそもそものセンテンス全体を聞き取れるだけのリスニングスキルが、あ必要やから、まあ、純粋に英語力鍛えましょうねっていう結論になりますね。ある程度までは、あの英語力必要ですから。はい、そういう話でした。